僕はイーノック・アドラム、アメリカ・バージニア州で生まれたごく普通の大学生だ。ただいま、母さん。今夜はあなたの大好きなチキンを焼いておいたわよ。優しい家族と温かな暮らし、幸せな日々を送っていたあの日までは。母さん、この銃は邪魔だから倉庫に入れておくね。イーノック、気をつけてよ。ある雨の日、保管場所を移そうと手にした散弾銃、そして僕の全てを奪う事故が起きる。あろうことか、散弾銃が暴発してしまったのだ。僕は意識を失った。そして目覚めた時病院だった。なぜかひどく息苦しい。一体何がどうなったんだ。そばで母さんの泣く声が聞こえたけど、僕には何が起こっているのか理解できていなかった。それから一月以上の時が経った。ようやく容態が安定した時、僕は現実を突きつけられた。鼻、頬、顎、唇、舌、歯、すべてない。一命を取り留めたものの、顔のほとんどを失ってしまったのだ。意識がない間に30回以上も顔面再建手術を行ったそうだ。しかし顔で無事なのは両目だけ。ひどすぎる。もう喋ることも食べることもできなかった。僕は言葉にならないおえつを漏らして泣いた。退院の日が訪れたが、家族は絶望の淵にいた。大丈夫よ、私たちが守ってあげるからね。母さん、僕は返事もできないんだ。顔がない僕がこれからどうやって生活していくというのか。卒業間近だった大学は中退した。外に出て、もしこの顔を見られたら。そう考えるだけで怖い。それから僕は15年もの月日をほとんど家の中で過ごした。それでも外に出ないといけない時はフードとマスクで顔が見えないようにガードした。しかし、そこのお前、強盗か、手を挙げろ。どうしよう、喋れないし。警察に毎回のように怒鳴られる。強盗と間違えられたことも。僕は普通の生活すら顔とともに失ってしまったんだ。僕は何のために生きているんだ。生きる気力も失いかけていた時、僕の人生を左右する大きな転機が訪れる。それは顔面再建外科医のエイブラム先生との出会いだった。失った顔を顔面移植手術で再建できるかもしれない。だがリスクもある。成功率は良くて 50%、 失敗すれば命を落とす場合もある。衝撃すぎる提案だった。死んだも同然の毎日を送るくらいなら、わずかな可能性にかけたい。死ぬかもしれない。でも、それでも。そうか、では詳しく話そう。僕に顔を提供してくれるのは、ああピーター、どうしてこんなことに。交通事故で脳死と診断されたピーターという青年。以前の僕と同じ毎日を謳歌していた大学生だった。ある患者を救うため、ピーターの顔を提供していただくことはできないでしょうか。息子の顔でその人が救えるのなら。自分たちもひどく辛い思いをしてるはずなのに、彼ら家族は僕のためにとドナー提供してくれたんだ。そしてついに手術が始まった。これより顔面移植手術を始める。新たな人生への期待、そして死への恐怖、その両方が同時に僕の心を埋め尽くした。手術の概要は、ピーターの髪の生え際から鎖骨付近までを切り取り、それを僕の顔に丸々貼り付けるという大規模なものだった。そして36時間にも及ぶ手術の末、手術は成功だ。包帯が取れる日を楽しみにしてくれ。見事手術は成功。僕も命に別状はなかった。そして1ヶ月後、顔がある、顔があるよ、母さん。よかった。本当にうまくいった。そしてよく耐えたね。僕は自前の目以外、ピーターの顔として生まれ変わったのだ。鼻や口もできたため、うん、おいしいよ、母さん。そう、よかったわ。食事もできるようになった。まだ味や匂いは少ししか感じないけど。僕が出るよ。そして今日は特別な日だった。はじめまして、皆さん、ようこそ。はじめまして、イーノック。ピーターの両親、そして姉のアビーと初めて会う日だ。僕の顔は彼女にとって最愛の弟の顔。ああ、ピーター、あなたはここにいるのね。僕の肌に触れることで彼女が少しでも彼を感じることができたのなら嬉しい。それからアビーとは連絡を取り合っている。何、彼女の心を癒すためならいくらでも時間を取るさ。本当にありがとう、ピーター。これは本当にあった話。本日の動画は以上です。ヒューマンバグ大学では、人がバグってしまうような出来事を引き続き研究していきます。興味深いと思ったらチャンネル登録してくださいね。
他の動画もぜひ